マルサンホビー動画チャンネルです。バンダイマスターグレードシリーズ100分の1ビッグドムになります。こちらのモデルは、まず最初に、地上型で作られました曲線型のドムに対して、宇宙でも運用できるようにバーニアの増加や大型化したモデルになっています。で、最初の地上型ドムですと、足の裏にホバーユニットがついてまして、それで地上高速移動できる構造になってたんですけど、それがこのバーニアタイプになりまして、それで背中やスカートの中の、バーニアなども大型され、それに合わせてスカートはちょっとこう延長されて、俗に言うロングスカートタイプという形に変更されています。そして一応こちらの方が、メーカーで塗装して組み立てた、見本の写真になりまして、で、こういった、武装の方に、宇宙用の大型のビーム兵器である、ビームバズーカーの方がつきます。あと、指の方が、各関節で動く、エモーションマニュペレーター SP というタイプに変わっています。あと、こちらの写真にあるような、こう、大胆なポーズも撮れるようになっています。で、そしたらこの箱の中を開けていきます。そうしますと、まずこちらには紫色の装甲パーツ、あと、ポリキャップ、あと、バズーカーの部品が入っています。で、こちらには胸の装甲の部分や肩の装甲、あと、ヒートサーベルの刀身などが入っています。で、こちらがスカートや肩などの内側の赤い部分のパーツになります。で、こちらも紫色の、パーツや、あと、腰のパーツのところが入っています。こちらの方にはシールと、あと関節部品ですね。こういった足ものが入っています。で、こちらにも、紫色の装甲パーツですね。主に腕のパーツが入っています。あとはこちらの黒い、装甲の部品で、ここはスカートや、あと肩、あと頭部などが入っています。あとこちらには足の裏や背中の部分の部品が入っています。で、ここが、足のすねの部分の大きい紫色のパーツや、あと足の部分の、こう黒い部品などが入っています。こちらもまあ紫色内部パーツや、あとここにマニュピレーターパーツが入っています。これは主に内部フレームの部品になります。ここが足のこの甲の部分とか、あと、これがビームバズーカーの部品になります。部品の方はこれで以上になります。そして、こちらの方が、組み立て説明書になります。まずは、こちらの方が、ドムについての解説が書いてあり、地上用のモビルスーツ、ザクに続く、こう主力兵器に向けての開発などが書いてあります。そしてこちらには組み立て前の基本説明が書いてあります。で、ここにパーツの切り方やはめ方、あと製作アイコンなどが書いてあります。で、こちらの方が、パーツリストになっています。でまず組み立ての方は、この胴体のところから組み立てていきます。まず体の内部になる、関節の部分などを作っていき、で背中の、バーニアや、装甲を取り付けていきます。で次に胸の装甲などを取り付けていきます。でこちらが、コックピットの部分になりまして、でそこのところに装甲をつけていきます。
で、ここが頭部の組み立てになりまして、モノアイの方はこう可動式になっています。そして、組み立てた頭部と胸とお腹の部分をセットします。で、次に、両腕を作っていきます。ここからは同じ形になりますので、まず2つずつ同じ部品を作っていきます。で、ここの辺が肘の下の方の部品の組み立てになります。で、次に、このさらに装甲などを取り付けていきまして、で、肩の関節の部分を作っていきます。で、次にこのマニピュレーターをランナーから外して、こちらの説明書のようにパーツを破損しないようにゆっくりと動かしていってください。で、次に手の甲の部品を取り付けていき、肩のパーツと手首のパーツをセットしていきます。で、頭部のモノアイの、動かす説明がまずこちらに書いてありまして、次にコックピットハッチの開け方が書いてあります。で、ここで腕の方を胴体にセットしていきます。で、次に、腰のところの組み立てになります。で、まず、ももが取り付けられる部分にはこういう下側にスイングする機能がついており、これでポージングの幅が広がるようになっています。で、こちらが、このまあドムの、ストーリー解説や、あと使用する色の種類が書いてあります。これは、クレオスの水星ホビーカラーやミスターカラーで記載がされています。あとはここは各部の、詳しい説明や武装の説明になります。そして、組み立ての続きになります。次に、腰のパーツのこの、スカートの部分の装甲を取り付けていきます。そしてバーニアを取り付けていき、後ろ側の装甲パーツを取り付けていきます。で、次に、両足の組み立てになります。で、こちらも途中までは同じ部品を2個作っていきます。で、これで、ここの関節の部分や内部メカの部分でバーニアを取り付けたりしていきます。で、ここで右足の足首の組み立てになります。で、次に、この、足のところの内側のパーツをつけていき、ももの装甲をつけていきます。で、ふくらはぎの部分の装甲をつけていき、足首のパーツをセットします。で、ここで次は左足の組み立てになります。ここも右足と同様の組み立てになっていきます。そしてこちらの方で腰のパーツとセットしていきます。そして次に、上半身と下半身を、セットしていきます。で、別売りのこういったアクションベースで、飾ることができます。で、次に、武装の組み立てになります。こちらの方はビームバズーカーになります。で、ビームバズーカーの方のグリップにはこうやって手のひらに保持できるためのピンが出るように、なっています。で、次に、このジャイアントバズの組み立てになります。で、ジャイアントバズの方もグリップのところに、手のひらにつけるピンが出るようになってますので、これで固定がしやすくなります。で、ヒートサーベルのこちら組み立てになりまして、ヒートサーベルも同じようにピンが出ますので、これで固定が、できるようになります。そしてこちらが各武器の持たせ方になります。で、こちらが、ヒートサーベルの背中に取り付ける方法になっています。で、ここが、付属してあるシールの貼る位置が書いてあります。で、これで製作は終了になります。はい、で、このような、マスターグレードの新製品も続々ご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。これで以上です。バイバイ。